はい、前回のパートからため取りでやっていきたいと思います。せつま自分の名前まで噛んでもだやばい。最近カミカミだと思っとったら自分の名前まで噛んでもだ。せつなけいすけです。せつまけいすけってなんだろうよし、これ引いていこう。どれから引いていくかなんてもうとりあえず適当でいいんやけどね。ギアリー、なんか変やな。ギャリーの噛みつっこみ。はい、これ行こう。真ん中やった。あー、なんかグラなった、なんかグラなった。わ、うどやだ。電気のスイッチやな。おう、なんもなかった。よかった、よかった。あー、よかった。つかなるん。まあ、何回も噛みよるわ、俺。つかなくなると思ったわ。やばいな、最近結構噛みような、俺。これは、外れか。なんもなかっただけマシやけど。じゃあ次行ってみよう。そうやな。ギアリーかわいい。はい、よし、これ。これでなんもなかったらね。じゃあなんもなかったらね、なかって。ひどい目にあったらね、ギャリーがかわいくないってことになりますからね。それでいいですね、皆さん。では、これを引きますよ。引っ張れ。ギャーなんか出てきたよ。ちょっと待って、何今の。どっから出てきたん？ちょっと。マジか。HP 一つ取られた。ってことはですよ。ギャリーは可愛くないってことですね。うん、そういうことになってしまうね。じゃあ次ですね。次どれでいこうかな。イーブ。はい、これいこう。これ引っ張る。まだ外れかーい。なんか、マネキンとかできた。やめてよ。ほんとやめてほしいわ。これに関しては。しかも何もないん、中身。さて、あと引いてないんは、これとこれやろ？どちら？はい、これでいこう。よし。何これ？お！当たり来たー！ちゃちゃーん！ピコが、どんどん下がって、道になったぜ。よっしゃー！イブとメアリー、通りなさい。全部ね。通してください。イブ、見て。通れるようになってる。見つめ返す。見つめ返す。見つめ。何してるの、イブ。早く向こうに渡ろうよ。うっせえな、ボケ。もう渡ろうと思っとったよ、お前。ちょっとやってみただけだったよ。そういうの止めとってくれる。冷たいよ、お前。冷たいよ、お前。わかった、わかった。通っていい？おめでとうじた。いいって。一回もそんなこと言ってないような気がするけどね。っていうか、これ見てよ。イブちゃんの姿のためにね、目閉じてくれとんぞ。紳士だぜ。熊記事とかいう紳士とはまた別の紳士だね。うん。では、これは？中で何かが動いている。イブ、この箱を開けるのやめとこう。珍しくお前に同意だな。これはやばいわ。え、何これ？動かせるこれ。動かせたらなんだっていう話やし。なんこれ。端に追いやってやろう。よし。次行こう。まっすぐですね。もうちょい幅、有効量できんかったん？なにこれ。ねえ、イブ、ちょっと聞いていい？ギャリーって、イブのお父さん？知るか、ボケ。そんな知らん人なの。あ、そうなの。ふーん、ここで知り合ったの？そっか。イブのお母さん、優しい。怒ったら怖い。あはは、イブでも怒られるんだ。早く両親に会いたいよね。私も早くここから出たいよ。頑張って絶対一緒に出ようね。約束だよ。お前は出さないけどな。もしピンチになっても見捨てるからな。置いていくからな。うん。イブはね、お母さんに怒られるときって大概ね、つまみ食いしたときなんだ。いや、辛抱だね。次。まあ、ファイル5か。明らかにやばいんやるし、これ、ちょっと。もう入ったらダメージですよ、だって感じのがある。そしてこっちは？お、こっちに入れるんやけど、なーにこれ。これは？傘をなくした乙女。乙女だけでよくね？傘の部分ないもん。これ、一発で見て、傘をっていう
傘関連のタイトルだろうなっていう思う人はおらんと思うね。無理ですね。これなんだろう。机の上に何かがある。木の鍵を手に入れた。やった。マネキンの首がある。なんで髪の毛ないのかな。なんで机から落とすという選択肢あるん。落としてみます。これ落とすの？大丈夫かな。壊れちゃうよ。落としてみます。大丈夫かな。あー、飛んできたマネキンの破片が刺さってしまった。嘘。何のために落としたか全然わかりません。出ていきます。あー、お前。こんなとこ、お前、おったっけ？ちょっと待って。おったっけ？タイミングよく、花瓶があるんよ。やけど、もうちょい、ステイかな？待っておこうかな？もうちょい持たせておこう。最後の最後で回復。告げ口。じゃあ、ヒント教えてよ。脱出のためのヒント教えてよ。告げ口だろ。ここでギャリーと変われるが、その前に全部見ておこうじゃないか。これは？か、ワット、何？知るか？知らねえよ。鍵かかっとる。なんだろう、これ。名前を入れればいいのかな？なんこれ？初めて見たんやけど、こんなんあったっけ？まあ、それっぽく答えるとしたら、まあそれっぽく答えるとしたらアンパンマンやろ。これではトンちゃんもしかして一発でいけるんじゃん。ノーヒントでいけるんじゃん。よっしゃー、何も起こらない。アンパンマンじゃなかった。おかしいな、アンパンマンじゃなかった。どれがどう見てもアンパンマンっぽい感じがした。ギャリーは、じゃない、ギャリーじゃないや。イブはそう思う。天の糸。天の糸？蜘蛛の糸みたいな感じかな。なんとかでいう罪人が登っていくんやけど途中で嫌える的なね。あったな、そんなん。なにここ、色がない。灰色ばっか。キャンパスに虹の絵が描えている。虹とか描いても色ないんやろ、お前。これはバレットと筆が浮いている。浮いている？誰かいるみたいだね。え、ちょっと待って。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？誰かいるってどういうこと？ちょっと待って。もういろいろやばいっすね、これは。いろいろやばいっすね。さて、向こう側なんだろう。向こう側になんか鍵があるよ。鍵があるんだよ。なんこれ、なんこれ。ここまでか。とりあえずこいつの名前をな、ちょっと何かなっていう話ですね。こんな絵あったっけやけどな。6文字だろ。パッと思いつくね、考えたら夜空の星とかそんな感じやけど、ちょっとやってみようか。ちょっとやってみようかよ。ぞ、ララ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 ラ、なにぬねの、おー、シット。これでは取ったらすごいよ、ほんとに。だってヒントないもん。これがなんかっていうネタバレは知らんけどな、俺。まあ、さすがにそうだろうな。こっち開いてなかったよな。で、これが釣り人。誰もいないね。釣り人って、誰もおらんで、一人もおらんでないか。あれか、でかい魚に引きずられて、水の中にドッポンか。グロ。本当に切れんのかな。あー、ですよね、ですよね、ですよね。ですよね。ですよね。危ない、危ない。こういう時に使います。全回復です。オッケー。杉口さん、本当に何も知らないんですか？知らないようです。一旦セーブして、ギャリーサイドでも見てこようか。ギャリーサイドなんかやってないところとかあったっけって話になるが、それはこれだ。あ、そうだそうだ。ここ引っ張ってなかった。唯一ここでは引っ張ってなかったけど、なんかあるんかな、これ。あー！ゲホ、
何よこれ。ダメージ食らっただけやないかい。当たり一本かい。ひどいな、それ。当たり5分の1とか。そんなゲームしちゃあかんぞ。あかんぞ。あれ？ワン。あとあのパスワードだけか。イブとギャリーのパスワードだけか。ギャリーじゃないわ。メアリーな。イブとメアリー側の。どこかあったかな？最初のところだったかな？だったら自分の動画、一通り見ていきまーす。ファイル7にセーブして、ここカットね。ちょっと気づいたんやけどね。これね、あれじゃね？ギャリーのところに、ピョンとか言わないで。ギャリーのところにあったこのくぼみとなんか形が似てるんだよね。これがなんか気になってね。てか攻略見たんですけどね。ちょっと攻略見てないよ的な雰囲気だ。すぐやめとこうもう。わからんので攻略見させてもらいました。すみませんね。じゃったよ。これはこうやって落とせばいいらしいです。なるほど。落ちちゃった。そしたら、こうなるらしい。ほら、これ。これを、くぼみにはめれば OK らしい。これ、何度言う意味？はいはい。ドーン。あー、いった。すげえな、この仕組み。初見でこれが分かる人っておるんだろうかって思うんやけどね。分かる人は分かるんだろうか。よく分からん。あー、なんかあるよ、これ。何それ、何それ。こんにちは、ギャリー。あたし、一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。お前よ。嫌やな、なんか。嫌やな。君の悪い人形がある。嫌やな、さよ。一緒に、またなんかおるしな、これ。ねえ、どうして連れてってくれないの？君悪いからです。ちょっと待って、おかしいよ、おかしいよ。お前さっきはここにおったことないん？あれ？あれ？ちょっと待って。週刊移動してる。週刊移動してる。ちょっと待って、こいつスルーするよ。スルーする？いや、読むよ。やば。なんで無視するの？私のこと嫌いなのって調べようんだろうが。あー、まだ来てる。ねえ、遊ぼうよ。ここ、面白いものたくさんあるんだよ。嘘だ。君の悪い人形がある。わかってる。どこが面白いんだか。あー、まだある。私の友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。ちょっと気になるな、それは。永遠にここにいろ。お前何お前、上から目線になっとんな、お前。態度変えてやんじゃねえよ。あ、何やお前。君の終わり。一体どこまでついてくんのよ、ってか、どけ。もう、いい加減にして、あんたの相手を捨てる暇なんてないのよ。で、壁に向かって蹴るとかあるん？蹴ってみまーす。こんな人形が何よ。この人形をあの扉にシュート。超エクサイティング。人形から赤い液体が垂れている。別に人形に赤い液体なんか入れんでいいでしょ。鍵がかかっている。何？痛いよ。痛いよ。そうですか。残念でした。これが後々響いたらちょっと厳しいな。なんか変な絵あるし。これ何やお前。心配。これのどこが心配する絵やねん。どっちかって言うたら見くびっとってか、見下しとるような顔でないかお前。こっちは？ジャグリング。なんで絵が動いてんだ。もうわからないことだらけじゃないか。やめてよね。こっちの扉開く？ああかんのね。ドアノブが非常に冷たい。何それ。怖いよー、怖いよー、これは。あ、入れる。いやー、なんこれなんこれ。なんだな、この部屋。長いわ、なんか、良くなさそうね。あっ！何今の？やばいよ。あかんよ、そういうのは。なんこれなんこれ。釣り針。どこがやんねん。どこが釣り針やんねん。鍵かかっとる。ここに回復できるようになっとって。あ、これ。これさっきのイブのところで。こんなとこあったんじゃ。
なるほど。緑の夜って言うんだよ。あ、確かに緑やけど、見ただけその時にでも分かるわけなかろう。そして何これ。あなたのせいで首がもげちゃった。さっきのやつは首もげるとこじゃなかったぞ、お前。体中破裂したような感じになっとった。真相、イゴロセ。真相、伸びるんかな。あ、何が伸びるか知らんけど、ちょっと入ってみよう。なんこれなんこれ。台座のようなものがある。台座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 。何ですか。七つの色彩。絵の具玉を集めよ。さすれば部屋は色づき。その他の架け橋となるだろう。マジで。絵の具玉？そんなものはどこにあるのかしら。絵の具玉。なんか色のついてる玉でもあるんだろうな。ドラゴンボール。つかもぜ。ドラゴンボール。歴史的に7つやもんな。ファイル級で。じゃあ今回はこの辺にしときますか。時間の都合上。ただ最後ここだけ見えんかったけどね。じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again.